動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなたに望んでいることと後悔していることはというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方や、まあ、関係がねすでに始まっている方もいるとは思うんですが、そのお相手の方がですね、あなたに対して望んでいること、そしてね、後悔していることもですね、合わせて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、C とさせていただいておりますが、まあ、それぞれのねカードを見ていきますと、 A のカードですね、こちらがフクロウのカードになっております。はい、で真ん中ですね、こちらは鹿のカードになっています。そして最後 C ですね、こちらはコアラのね、カードになっております。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのフクロウのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人があなたに望んでいることと、まあ、後悔していることということでね、まあ、あなたに対してどんなことを望んでいらっしゃるのかということと、あとはね、まあ、こんなことをしていればなとかですね、まあ、未だにこう、まあ、後悔しているというかね、うん、まあ、引きずっていらっしゃることが何なのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードとしては上のカードがお相手の方があなたに望んでいることですねを表しております。対して下のカードですが、こちらはお相手の方が、まあ、あなたに対してね、まあ、ちょっとこう後悔していることですね、こんなことをしていればなとかね、やってあげたらなというようなね、何かこう心の残りになっていることなどもですね、合わせて見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、まあ、いわば全体を通して言えることですね、まあ、望んでいること、そしてまあ後悔していることに関しても、もっとねこうあなたに対して何でしょうね、こう誠実にというかね、まあ、丁寧にというふうに、まあここではねちょっとお伝えさせていただこうかなと思うんですが、に向き合っていきたかったと、いうふうに思っていらっしゃいますし、まあ、今もねその向き合っていきたいっていう思いはあるのかなと、でそのためにまあこうね、自分自身ですね、こう一人で考える時間っていうものを、まあ、こう作らせてほしいというかね、まあ半ばもしかしたらね、強引な形で、まあ、一人で考えるようなね、こう一人になるような状況を作り出していらっしゃる場合もあるのかなとは思うんですけれども、まあ、それをねこうなんとかこう受け止めてほしいというか、理解してほしいというような、まあ、思いもあるのかなと。いうことですね。まあ、このあたりちょっとね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていこうと思います。まずですね、上のカードから見ていきます。まあ、お相手の方がですね、あなたに対して望んでいらっしゃることからね、お伝えしていくんですが、まずはちょっとこちらのカードから見ていきます。はい。このカードですね、ソードの2というカード。まあ、これね、今回逆位置で出ております。まあ、このカードですね、逆位置になった時の意味というのは、その場しのぎとかですね、まあ、あとは投げやりというね、意味のカードになります。すなわち、何かね、まあ、最初にこのお伝えした通り、こう、丁寧に向き合うというよりか、ちょっとこう、雑になったりね、こう、意識をしっかりとこう集中できないというようなね、状態を表すカードになっています。で、まあ、それがゆえにですね、まあ、お相手の方の、まあ、あなたに対する対応といいますかね、態度とかもそうなのかなとは思うんですけれども、ちょっとこう、荒っぽくなったりね、何でしょう、こう、思いやりに欠けるような、ね、まあ、対応が見られたり、ちょっとこう、雑に扱われているなっていうようなね、
うん、そういうふうなことをあなた自身も感じていらっしゃったんじゃないかなと思います。でこれはお相手の方自身もそうしてしまっていたと、うん、いうふうにはねこう感じてはいらっしゃるわけなんですね。でじゃあその態度になってしまった、まあ、対応になってしまったということへの、まあ、理由をね表すカードも出ているんですが、これですね、こちらのカードワンドの9、まあ、ワンドの9というカードになります。うん、まあ、ここね、まあ、絵を見ていただきますと何かこうね、まあ、ワンド杖ですね持ってこう後ろに立っているこの、まあ、これも杖なんですけれども、まあ、それをねこう守っているようなね、様子が描かれているかと思います。うん、で、まあ、このカードの意味からお伝えすると、まあ、こうね、大切なものを失うことへの、まあ、恐れ、まあ、怯えているとかですね、まあ、あとはそわそわして落ち着かないというね、意味のカードになっています。この人が今ね、こう、必死に守ろうとしている、後ろに立っているこのワンド、杖というのが何なのかと言いますと、この人が今まで大事に育ててきたものとかね、積み上げてきたものとか築き上げてきたものとか手にしてきたものですね、まあ、それらを表しているわけです。でこれらが、まあ、誰かによってね奪われてしまうとか状況の変化によって損なわれてしまうんじゃないかっていうことが常に気になっていて、ね、それがこうなくなってしまうことをこう恐れていらっしゃるっていうことであったり、ね、なくなってしまうんじゃないか奪われてしまうんじゃないかということは常に気になってこう気持ちが落ち着かないというね意味のカードになっています。まあ、この意識が、まあ、あなたとの関係を続けていく中でどん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 こうね強くなってきてね守らなきゃ守らなきゃとかね、失いたくない失いたくないというような気持ちがどん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 高まるにつれてあなたへの意識がねまあこう向けられなくなってあなたに対してはその丁寧にねうん何でしょう、こう本当にこう優しくとか思いやりを持ったこの対応接し方っていうのができなくなっていったのかなと、うん、いうのが、まあ、ここからはね読み取ることができました。で、まあ、これはね、まあ、ちょっとこう望んでいらっしゃることとは違うんですけれども、まあ、そういったまあ心理状態だったのかなと、うん、まあ、これまでね。でそこからですね求めていること望んでいることですね、に関して言うならばこちらですね、まず見ていきます。はい、これはシークっていうね、カードになります。まあ探し求めるというね、意味のカードなんですが、うん、まあいわば何か答えを探し求めていらっしゃるわけですね。状況としては一人になって落ち着いた空間で答えを探し求めている。で、今回ですね、まあ、お相手の方がその探し求めているものというのは、まあ、答えというのは今の自分の状況の中であなたとしっかりと向き合っていくにはどうすればいいんだろう、まあ、いわば解決策であったり自分のこともしっかりと進めながらあなたとの関係も進められる、まあ、そういった最善の策ですね、うん、を今探し求めているというかね、まあ、こう思い、まあ、アイディアを思い浮かべようとしていらっしゃるのかなと、うん、いうことですね。でお相手の方の中ではねこのカードの絵にもあります通り一人で落ち着いた空間でまあそれを探し求めたいと誰かと関わっていたらどうしてもその人の考えの影響を受けてしまうので自分の本来のこうなんでしょうこう出したい答えではなくなってしまうということでねまあ今はこう誰とも関わらず一人の空間でそれを探し求めていきたいっていうふうなまあ、願望といいますかね思いがあるのかなと。でその、まあ、状況を、まあ、作り出してほしいというか作らせてほしいというのが、まあ、いわばあなたに対してね、うん、求めていらっしゃること、まあ、望んでいらっしゃることなのかな。だから今は2人でその、まあ、こう方法を考えていくというよりかは自分一人で何か考えたい、あなたと一緒に考えるのももちろんそれは一つだと思うんですがそうなるとどうしてもあなたの影響を、まあ、あなたの考えをこう汲み取ることを優先したりそれにこう、まあ、影響されてしまって自分の本来の考えが出せないとかですね、うん、ちょっとこう自分の思っているものとは違う方向に進んでしまうかもしれない、そういうねまあこう恐れですね、まあ、特にこの守りの意識が強い時というのは、ね、人の考えというよりかは自分のねこう考えを優先したいというような、まあ、思いもこう強くはなってくるのかなと。人間まあどうしてもねそうなってしまうのかなと思うので、まあ、より一層ねちょっとこう今は、まあ、あなたに限らずねその周りの人間関係も、まあ、含めてね、
ちょっとこう離れた場所で、一人でこう考えたい。まあ、あなたとの今後もそうだと思いますし、これからの自分の人生についても考えていきたいと。ね、いろいろこう今答えをね、出さなくてはいけない、まあ物事、まあ局面にね、いらっしゃって、それをね、ちょっとじっくりと考えたいというふうにまあ思っていらっしゃるわけですね。なんかこう、ちょっとした思いつきとかではなくてね、その考え次第で今後のあなたとの恋愛であったり、今後の自分の人生というのがこうね、決まってくるということなので、やっぱりそこは時間をかけて、ですね、自分の中で納得のいく答えを出したいっていう思いが非常に強いのかなと。まあ、その状況をね、まあ、こう作らせてほしいというかね、まあ、あなたには、こう、そういったね、自分で考えたいということを、まあ、理解してくれたり、まあ、その自分を、まあ、なんでしょうね、こう、受け止めてほしいとか、受け入れてほしいというようなところが、まあ、望んでいることなのかなと、いうことですね。で、最後、こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードは、リレーションシップパターンというね、カードになっています。まあ、これは関係性、まあ、リレーションシップというのは関係性ということなんですけれども、まあ、関係性のパターンということなんですけれどもね、まあ、これは変化の必要性を認識しているという意味のカードになります。まあ、ここにですね、人がいてですね、まあ、ちょっと見えにくいかもしれないですが、ハープを奏でている人を見つめています。これはですね、このハープというのが、ね、真実、をね、まあ、自分の中にある真実というものを表す象徴になっていて、その真実に目を向けて、そしてですね、まあ、このカードのメッセージとしては、過去の人間関係に残ってしまった感情をね、まあ、手放すとか、ね、改めていくという意味のカードになります。すなわち、これまでのあなたとの人間関係において残してしまった感情ですね。まあ、あとは、まあ、それが後ほどの後悔っていうのもね、あるのかもしれないですけども、まあ、それを手放すであったり、ね、まあ、これまで、あなたとの関係を築いてきた中で、もちろんその愛情とか優しさというものは手放すというものじゃなくて、その本来向けるべきではなかった感情ですね。例えば、まあ、あなたと喧嘩して怒りをこうね、覚えてしまったとか、憎しみを覚えてしまったとか、ね、なんかこう、苛立ってしまったとか、そういった感情を手放していこうと、いうふうにね、それらを手放して関係性を変化させていくということを、まあ、その変化させていくことの必要性をね、ちゃんと認識していらっしゃるっていうことなので、まあ、やっぱりね、そのためにはこう、自分の中でも答えを出していきたいっていうのが、まあ、思いとしてはね、強いのかなと、いうふうに思いますね。だから、まあ、あなたとの今後のことも含めてね、これから先のことを、まあ、全般的にね、今考えていらっしゃる時期なのかなと思います。はい。で、まあ、望んでいることをね、お伝えしてまして、まあ、後悔していることをですね、次に見ていくんですが、まあ、これもね、まあ、あなたに、なんでしょう、こう、なんでしょう、もっとこうしてあげたかったら、よかったら、よかったなっていうね、そういうことを、まあ、思っていらっしゃるのかなっていうのが強いですね。で、まずこちらからお伝えしていくんですが、このカードはですね、ワンドのページというね、カードになっています。で、このカードが持っている意味というのが、進むべき道を選ぶというね、意味のカードになっています。まあ、進路を決めるとかね、そういった意味のカードなんですが、まあ、なんでしょう、ここに、まあ、こう、少年のようなね、人がいてですね、誰かにね、これから自分の行き先をこう、伝えているようなね、自分はこれからここに行くよとかね、こんな道で進んでいくよみたいな、こう行き先とか方向性を、まあ宣言していたりね、まあ伝えているという様子を表しています。まあこれがね、まああなたに対して後悔しているっていうことなんですが、これはまああなたに対してね、二人の関係を今後どうしていくのかっていうのをこうはっきりともっとね、伝えておけばよかったなと、もっとこう前の段階でね、今になってなかなかこうあなたに打ち明けにくい状態になってしまったからこそ、もっとね、こう先に、ですね、あらかじめこう伝えておけばよかったなと、ね。あなたとはこういう関係になっていきたいとか、まあその進路ですね。今はこういう状況だけれども、ゆくゆくはこうなっていきたいとかね、そういったこう将来のビジョンとかをちゃんとこう伝えておけばよかったなっていうのがね、お相手の方後悔していらっしゃるのかなっていうのが、まずは読み取りました。で、なぜその時に伝えられなかったのか、あなたに対してね、伝えられなかったのかっていうと、次のね、このカードがあるんですけれども、このカード、これ、ソードのね、エース
というねカード、これ逆位置で出ております。で、まあ、このカードは、まあ、信念を貫くとかですね、一貫した思いというね、意味のカードで、まあ、気持ちをぶらさずにねずっと持ち続けることで、例えば自分の思いとか気持ちがしっかりと相手に伝わるとかね、まあ、あとは受け止めてもらえるという意味のカードになっています。ですが今回出ているのはこれ逆位置ですね。逆位置になるとその自分の思いや、まあ、気持ち信念というものがこう理解してもらえないんじゃないかとかね、分かってもらえないんじゃないかとか受け入れてもらえないんじゃないかっていうね、そういった意味を表しています。すなわち、ね、今となってはね、あらかじめあなたとこういうふうになっていきたい方向性であったり将来のねこの理想の関係とかを伝えとけばよかったっていうふうな後悔をしていらっしゃるんですが、その当時はその当時でそれを伝えたところであなたには理解してもらえないんじゃないかとか受け止めてもらえないんじゃないかとかね、分かってもらえないんじゃないかっていうような、まあ、思いがあったから伝えられなかったということなんですね。うん、だからそういった思いがあって伝えられなかったけど、今振り返ってみればやっぱりね、そういったね、なんかこう勝手に自分の中で決めつけるんじゃなくて思い切って伝えておけばよかったっていうね、うん、まあ後悔があるのかなと、うん、いうのがまずねこの2つのカードからは読み取ることができました。うん、でなぜそういったちょっとこう、まあ、弱気になってしまったのかね、あなたに伝えていればねきっと理解してくれるだろうとかね、ね、なんかこう思いは届くだろうっていうふうにね、まあ強気というかね、こう思い切って伝えればよかったのに弱気になってしまった理由としては、この2つがね、関係しているのかなと思うんですが、まずね、このカードになります。うん。まあこちらはですね、まあ借りをなくすというね、意味のカードになっています。うん。借りをなくす。これはあなたに対しての借り。がもしかしたらあったのかもしれないですし、あなたに直接何かを借りていなかったり、まあその何でしょうね、お金的な借りだけでなくてね、何かこうしてくれたっていうことに対するその気持ち的なね、まあいわば恩みたいなところですね、うん、恩返しみたいな、ところも含まれるでしょうし、まああとはね、そのあなたに対して直接そうではなくても何かこう借りがある状態だったのかなと、うん、この気持ちを伝えればよかったけども伝えられなかったその当時というのは何かこう借りがあったと、借りをなくせていなかったということですね。うん、だからそのもちろんそのね借りというと思いつきやすいのがまあお金ですね。まあお金の例えば借金の問題があったりね、うん、なんかこう支払いが結構こうまだまだたくさんあってね、うん、まあ自由に身動きができないから状態だったから気持ちを伝えたところで理解してくれなかったりね、その思いは届かないんじゃないかみたいなね、そういったところがあったり、まあ何でしょうね、こうあとは借りというと、まあ誰かにね、まあお世話になっていてその人のことをまあ裏切れなくてね、なかなかこうその人の元から離れられないね、その離れられないっていう状況の中であなたとの関係を進めようとしてもね、それはまあ何でしょうね、こう例えばあなたと今後結ばれたいっていうことをあなたに宣言したとしてもね、それはなんかこう説得力というものはなくてね、いやいやそれって本当なのみたいなね、こう疑われてしまうんじゃないかみたいなね、うん、まあそういうまあこうあなたから疑われたり信じてもらえないっていうことのことが、まあその当時はねお相手の方にとっては恐怖だった、うん、怖かったっていうので、まあちょっとこう躊躇してしまったのかなと、うん、いうことですね。うん、まあ完全にね今こうまだ借りがなくせていない状態だとしても、この当時よりかは少しずつは状況は良くなっているのかもしれません。だからこそこうなっていくんだったら伝えておけばよかったなと、うん、まあ後悔していらっしゃるわけですね。うん、で、こちら見ていきますけれども、はい、このカードですね、Finish What You've Started ということで、まあやりかけたことですね、まああとは始めたことは、まあフィニッシュっていうのは終わらせる、まあ完結させるっていう意味のカードになっています。まあすなわち何かこう現在進行形の物事がね、あなたとの関係をまあ始めたタイミングであったり、そのね方向性をこう伝えるね、あなたにその思いを伝えなければいけない局面の時には、そういったものもあったのかもしれないですね。それがまあこの借りを返している途中のことですね。返しきれていなくてね、始めたことを終わらせたいっていうね意味のカードなので、その現在進行形でまだ抱えていたのかなと、うん、だからその見通しがまだ立てられなくて、あなたに対して気持ちを伝えても、うん、なんかこう不安要素が残っているから、あなたに気持ちが届かないんじゃないかっていうことですね。あとはまあ不安要素をまだ自分自身も抱えているから、うまくねその気持ちを
伝えられないんじゃないか、なんかねこう集中ができなくてそっちのことばっかり気になってね、うん、こう自分の中にあるその素直な気持ちですね、不安がある時というのは人間ねどうしても自信をなくしてしまうので、自信があれば何もこう臆することなくねあなたにこう気持ちをストレートにね伝えられるんだけども、ちょっと自信というのもなくて、うん、ちょっと伝えられなかったのかな、そこをねやっぱこう後悔していらっしゃる、そこをちゃんと伝えれていればね、もっとこうあなたとの関係性というのは今の時点で大きくこう変わっていたんじゃないかと、うん、いうことをすごい後悔していらっしゃるわけですね。でもそこを後悔しているってことは本来やっぱあなたとの関係はもっともっとこう発展しているっていうことを、まあこうなんでしょう、望んでいらっしゃったというかね、想定していらっしゃったっていうことでも、まあ、読み取ることはできますので、うん、まあなのでね、まあちょっとそのために今こう一人になってね考えていらっしゃる、まあ本来自分の目指したかった理想に今の現実を近づけていくためのね方法とかですね、あとは戦略とか策をね今練っていらっしゃる段階なのかなと思いますので、まあそこをね、まあお相手の方ね、まあちょっとこう、うん、そういった状況にいらっしゃるのかなっていうのがありますので、まあその中でね、あなた自身がまあ、うん、まあお相手の方をね、まあどう受け止めていくかっていうのは今のね状況次第にはなってくるのかなと思うんですが、今のね、まあお相手の方をこうまあ支えていくというかね、まあすでにまあ今までもね十分こう支えてきたけれども、それに対するまあ見返りがないな、まあ、見返りというわけではないかもしれないですけどもね、うん、まあそういうふうにまあちょっとこう不満を感じていらっしゃっているかもしれないですけれども、まあ、もう少しねちょっとこうお相手の方のその考える時間っていうのがね、うん、あるとまあいいきっかけというのもね生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、フクロウのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。また今後もですね何か悩んでいらっしゃったり、気になることですね、まあ、あとはなかなかね、人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの鹿のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですねカードのオープンからしていきます。はい、今回はですね、あの人があなたに望んでいることと、あとはね後悔していることということで、まあお相手の方ですね、あなたにまあこんな風にねしてほしいとか、まあ、こういう風なことをこうしてほしいみたいなね、そういったのは望んでいることと、あとはねあなたにこんなことをしてあげたらなとかね、こうしておけばよかったなっていうような、まあ、そういった後悔していることもね合わせて見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですねカードとしては上のカード、こちらがね、お相手の方が今あなたに対して望んでいることを表しています。そして下のカードですね、こちらはお相手の方があなたに対して、まあ、後悔していることを表すカードになっています。はい、ではですね早速見ていきたいと思います。はい、ちょっとねカードを見させていただきます。はい、うん、ではですね早速リーディングをしていきたいと思います。まずはじめにですね今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、まず望んでいることからね、まあ、大きくお伝えしていくと、まあもしね今あなたとお相手の方との関係が、まあ、ちょっとね、こう別れてしまったり、まあ、終わってしまったというね状況であるのならば、まあ、そこからですね、まあ、そこからのいわばこう復活をですね、まあ、望んでいらっしゃるのかなというふうに思います。でまだ別れていないにしてもちょっとねこう疎遠になってしまっていたり関係性が悪化している場合も同様で、まあ、いわばこう復縁というわけではないのかもしれないですが、関係の、まあ、いわばこう修復といいますかね、回復というものをまあ望んでいらっしゃるのかなと。うん、で後悔していることに関して言うならば、もっとねこうあなたが提案してくれたこととか、あなたの意見とか考えっていうものを柔軟に受け止めればよかったなっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。すなわち、まあ、これ後ほども詳しくお伝えしていきますけれども、お相手の方がすごいこう
まあ、一辺倒なやり方とかであったりですね、自分の考えにこだわったり固執したりですね、してしまったせいで、ちょっとね、まあ、いわばこう、まあ、良くない結果であったり、良くない結末っていうのをね、を、まあ、こうなんでしょう、訪れさせてしまったと、まあ、いうふうにね、感じていらっしゃっていて、もっとあの時にあなたが言っていたこのことを受け入れてたとかね、あの時あなたが言っていた通りの結末になったなということで、もっとこうあなたの声にね、耳を傾ければよかったと、いうことを、まあ、その後悔、していらっしゃるのかなと、いうのが、まあ、読み取ることできましたので、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。まずですね、お相手の方が望んでいることからね、お伝えしていきたいと思います。はい。まあ、冒頭でもねお伝えした通り、もし別れているという状態であれば、まあ、復縁であったり、まあ、別れていないにしても、まあ、こう離れているであったりね、まあ、ちょっとこう関係が停滞、まあ、悪化している状態だったら、そこからの、まあ、修復回復ですねを、まあ、望んでいらっしゃるのかなと思います。というのは、まずこちらのカードから見ていくんですが、はい、このカードですね、カップの5というカードの逆位置になっています。まあ、このカードはね、本来正位置の時には、まあ、何かこう取り返しのつかない事態とかですね、まあ、何かこう喪失するというね意味のカードになっていて、まあ、大事なものが、まあ、自分の例えば感情的な行動であったり、衝動的な、まあ、言動も含めてですね、まあ、それらによってこう失われてしまって、もう取り返しがつかない状態になってしまうというようなね、意味のカードになっています。ですが、今回出ているのはこれ逆位置ですね。逆位置になりますと、その取り返しのつかなくなった事態から復活、再生していきたいっていうことを表すカードになります。まあ、どん底からの再起っていうことのね、このカードとしては意味を持っているんですが、まあ、どん底というのは、その大切なものを失った状態から再起ね、もう一度それを取り戻すであったり、立ち直っていくというね、意味のカードになっています。まあ、これをね、まあ、あなたに対して望んでいるということから、まあ、冒頭でもお伝えした通り、もしね、あなたとの関係が、まあ、失われるということでね、まあ、例えば別れてしまったりね、まあ、ちょっとこう引き離されてしまうようなことがあったのであれば、ね、まあ、いわばこう関係の復活ということで、まあ、復縁ですね、というものであったり、まあ、その別れるという状態にまでなっていないにしても、例えば、ね、すごくこうギクシャクしてしまったりね、すごいこう気まずい関係になっているのであれば、そこからね、またこう良好な関係に戻っていきたいというようなね、まあ、そういった気持ちを表すカードになっています。まあ、これをね、まあ、お相手の方の願望としてもそうですし、あなたに対しても、まあ、望んでいるというかね、2人の関係に対して望んでいらっしゃることなのかなというのがね、まずはこのカードから読み取ることができました。で、次のね、このカードを見ていきますけれども、まあ、こちらはですね、ワールド、これ世界というカードになっています。まあ、世界ということなので、まあ、自分の望んでいる世界、ね、を手にしたい、まあ、あとはまあ未来とかもそうですけれどもね、まあ、そういったまあ意味をね、表したり、まあ、ワールドというね、カードはまあ完結とかね、まあ、こう結末というね、ことも表してですね、まあ、正位置になりますと、まあ、素晴らしい結末ですね、まあ、いわばハッピーエンドということも表したりもします。まあ、ですので、先ほどのカードと合わせてみるならば、あなたとの関係が復活することこそが、お相手の方がまあ手にしたいね、世界であったり未来であったりね、まあ、あとはあなたとのね、ちょっとまあ一時的にそのバッドエンドであったり、まあ、バッドな状況に、ね、なってしまっていたとしても、ここからね、最終的にはハッピーエンドを迎えていきたいというふうにね、思っていらっしゃるわけですね。まあ、それを今こう望んでいらっしゃるのかなと、いうことで、ただね、その自分のその望んでいる世界を手にするためには、自分もやっぱり何かしていかなくてはいけないっていうふうにはね、考えていらっしゃるわけですね。あなたが変われば理想の世界になるというね、あなただけに責任をこう押し付けているんじゃなくて、むしろ自分に何でしょう、こう責任を感じていらっしゃるっていうところですね。で、次のカード見ていきますけれども、このカードですね、はい、ムービングオンっていうね、カードになります。まあ、これは歩み始めるというね、意味のカードで、まあ、何でしょう、こう砂浜をね、こう歩き出している人がいますけれども、少しずつね、前に進んだり、自分を変えようとしていらっしゃるわけですね。今までは、まあ、後ほどその後悔のところでもお伝えしていきますけれどもね、
なんかこうあなたに歩み寄ろうとしたりね、前に進もうとせずずっとこう同じ場所にいた、まあ、それがまあ、いわばこう自分の考えに固執しているであるとか、まあ、その場所に留まり続けるというこだわりとかですね、うん、そういったものがあって取り返しのつかない事態を招いてしまったのかなと。でそこにまあようやくこう気づかれたといいますかね、あ、自分が変わっていかなくてはいけないんだ、自分のそのね行動とか、まあ、そういったもののせいで、うん、その事態になってしまったんだから、じゃあ復活するためには自分が変わっていかなくてはいけないよね、自分が前に進んでいかなくてはいけないよね、自分が歩み寄っていかなくてはいけないよねっていうことを、うん、まあ、ようやくこうなんでしょう、自覚されたというか気づかれた、うん、っていうところなのかなと、うん、で、まあ、歩み始めているっていうことはやはりね、その復縁というね、まあ、目的地であったり、まあ、あなたとの良好な関係という目的地に向かって進んでいるということでね、まあ、やっぱりこう関係としては良くしていきたいっていうふうなことを望んでいらっしゃるのかなと、うん、いうことですね、うん、で、こちらになりますけれども、はい、このカードですね、こちらについては Be Willing to Express Love というね、カードになっていますけれども、これは愛を表現するというね、意味のカードになっています。まあ、ここに人がいてですね、まあ、貝殻を抱いてですね、まあ、その中にいるちっちゃなね人魚がいるんですね。まあ、これが、まあ、お相手の方から見た、まあ、そのイメージの中でのあなたですね。今ちょっとまだ直接会えるような状況ではないので、こうあなたを見立てた何かにこう愛を伝える、まあ、こうデモンストレーションというかね、こう表現する練習をしているわけですね。気持ちをまとめてこんな風に伝えたらいいのかな、いやこういう風にね過去のことも含めてここをまず例えば謝ったりしてからこう気持ちを伝えたらいいのかなって、まあ、いわばその愛を伝える練習みたいなものをね、うん、していらっしゃるわけですね、うん、で、まあ、ちょっとこう自分なりにですね、こうまあこうね、ちょっとこう表現するのがこう下手な方とかね、ちょっとこう不器用な方もねいらっしゃると思うんですが、その中でも何かこうね自分の気持ちが伝わればなっていう思いでそういったこう練習をしていらっしゃると思うので、まあ、これもね望んでいることとして捉えるならば、ね、もう何かこうあなたの満足のいく、なんか納得のいくようなねこう伝え方はできないかもしれないけれども、自分なりに伝えていくか、それをどうかこう受け止めてほしいみたいなね、うん。うん、まあ、そういったものをね、あなたにはこう求めていらっしゃるのかな。そして、まあ、その先にねこの世界というのがありましたけれども、うん、もう一度このあなたとね結ばれる世界であったり、まあ、関係をね築いていける世界っていうものを手にしていきたいっていうのがね、まあ、お相手の方の今の望みといいますかね、うん、まあ、願いなのかなと、うん、いうふうに思います。はい、で、まあ、そこからですね、後悔していることについて見ていきますが、まあ、これもね冒頭でお伝えしましたが、うん、もっとねこうあなたの考えにね、耳を傾けたり柔軟にねそれらを取り入れていけばよかったなと、うん、いうふうに思っていらっしゃるわけですね、うん、まずはこちらのカードから見ていきますが、まあ、このカードですね、ソードの6というカードになっています。で、このカードが持っているのは、その進路変更というね、意味のカードなんですけれども、何かこう、行き詰まった時とか、失敗した時とか、挫折した時に、ね、今までのそのやり方を変えたり、考え方を変えたり、ね、取り組み方を変えたりっていうね、まあそういったこう柔軟にね、こう進路を変更する。まあ進路っていうのはそのやり方とかを表しています。それを変更することでもっと先に進めていく。というね、まあ、先の世界に進めていけるというような意味のカードなんですが、まあ、これがね後悔のところで出ているということは、ね、あなたとのこう関係をまあこう築いてきた時とか、あなたと向き合っている中でずっとこう自分の考えだけを例えばあなたにこう押し付け続けていたとかね、うん、自分の考え方価値観というものだけにこだわり続けていて、あなたが、まあ、例えばね、こう言ってくれていたこととか、ね、伝えてくれていたことっていうのは、まあ、こう信用しなかったり、受け入れなかったりね、うん。それを受け入れて、柔軟にそのあなたとのね、考えもこう、アイディアとかを受け入れて、こう、やり方を変えていれば、もっともっとね、こう、いい関係になっていけたのにな、と。うん。それこそ取り返しのつかない事態にもならなかったのにな、と。うん。いうふうなことをか、まあ、後悔していらっしゃるわけですね。もっとこうやり方を柔軟に変えたらなと、あなたとの向き合い方を柔軟に変えていたらなと、うん、その場その場でね臨機応変に対応していたらなというふうにまあ後悔していらっしゃる。で次の
こちらですね、見ていきますけれども、このカードはですね、ワンドの7というカードになっていますので、今回これは逆位置で出ているんですが、まあこのカードですね、逆位置になった時の意味というのは、もがけばもがくほど、まあ、事態が悪化するということで、もうね、こう動くと、まあよりね、こう状況が悪くなってしまう。何かね、その改善しようとしてね、うん、何かにトライをしようとしても動くほどに事態が悪くなってしまう。だからあなたとの関係もそういう状態になってしまったのかと、まあ言えば膠着した状態ですね。でそこから仲直りをしようとして何かね、自分から歩み寄ろうとしても、それがまた大きな揉め事に発展してしまうから、逆に動かない方がまだマシというようなね、うん、状態を表しています。だからその自分の考え方、やり方、価値観とかに固執してしまっていたせいで、そういう状態になってしまったからこそ、もっと柔軟にいいね、うん、もう頭を柔らかくしておけばよかったなとね、あなたの意見とかにも耳を傾けていればよかったなと、うん、いうことをね、まあ今になって、まあこう気づかれたと同時に、まあ後悔していらっしゃるわけですね。うん、で、次こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードですね、 It is safe for you to receive というねカードになっていますが、まあこれ受け取って大丈夫だという意味のカードになっています。で何を受け取るのかっていうと、だからあなたがこう提案してくれていたことですね。2人の関係を良くするときに、あなたがこうした方がいいんじゃないのとかね、こうアドバイスしたり、こうお相手の方に提案したりね、伝えていたことですね。あとは直接的な表現ができない場合だったら、なんとなくそれをこうアピールしていたこととかね、あなたのこう、まあ、普段のコミュニケーションの中で伝えていた考え方とかね、それらをもっとこう受け取った方が良かったんだなということですね。だからこれも今になって気づかれたことですね。うん、その当時はあなたの考えが間違っているとか、自分の考えが正しいっていうことだけしかね、思うことができなかったけれども、今の結果を見てみると、まあ、あなたの言っていた通りの展開になったりね、あなたが言っていたことを取り入れていたら今の事態にはならなかったんじゃないかっていうようなね、うん、まあそういう思いを、まあ、持っていらっしゃるので、もっとねこう、まあ、レシーブですね、あなたのアイディア、気持ち、考え、いろいろね、お相手の方にこう伝えてきたこと、見せてきたことあると思います。それらをこう受け止めていればなと、うん、まあ、いうふうに後悔していらっしゃると同時に、変わっているお相手の方というのは、今度こそはね、あなたのその声に耳を傾けて、あなたが伝えてくれていることね、見せていることをこう受け止めていこうというふうにね、まあそういったまあこう心境の変化というのもあるのかなということですね。うん、うん、で最後このカード見ていきますけれども、はい、Wish upon a star ということで、まあ、星に願いをということでね、まあ、星に、まあ、願いを込めていらっしゃるわけですね。何を願っているのかっていうと、これは先ほどのこのワールドですね、うん、自分の望んでいる世界、未来を手にすることができますようにとね、今その星に願いをかけているというか、日々願いながらね、うん、過ごしていらっしゃるのかなと、うん、いうことですね。だからまあそういったね、こう自分の良くなかった点、改善するべき点ね、反省して、いらっしゃってですね、うん、で、具体的に次はこういう風にしていこうというようなこともこう考えられるようになってきているのかなと。以前のお相手の方はそういったところまで考えようとすらもしていなかったのかもしれませんけれども、今のお相手の方というのはね、やっぱりあなたと離れてみて、まあこう別れてみてね、こうあなたの大切さ、大事さっていうものにこう気づかれた。でその時に、じゃあなぜこの結果になってしまったんだろうというのを考えた時に、やっぱり自分がね、このまあこのムービングオンとね、この進路変更というカードでもお伝えした通りね、うん、自分のあなたに対する接し方、向き合い方、まああとは考え方ですね、まあちょっとこう視野が狭くなっていたとね、考えが凝り固まっていたというのが、まあやっぱり良くなかったんだなと、うん、いうことに今こう気づかれてね、うん、
で、まあ、そこをこう改めていくと同時にね、まあ、やっぱりこうあなたとの理想の世界を手にするためにはまだまだね、こう自分が変わっていかなくてはいけないということで、一気にねこう変えることができないので、少しずつ今変えていらっしゃる段階なのかなと。で、まあ、その変えていく中であなたとねもう一回こう、まあ、向き合うのに、まあ、ふさわしい人間というかね、お相手の方の中でこう納得ができるような、まあ、人間性とかね、人間になれた時に、まあ、今こう練習している気持ちをねあなたにこう伝えていこうと、うん、いうふうにはね思っていらっしゃるのかなということなので、まあ、淡々とね、今お相手の方、まあ、あなたとのその関係の復活ですね、まあ、人によってはこう再構築っていうところもあるかもしれないですけれども、それに向けてですね、うん、まあ、自分のやるべきことというのをね、今やっていらっしゃるというような段階なのかなと、うん、いうふうに思います。はい、ということで、こちらですね、鹿のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのコアラのカードですね、もしくは死をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードをオープンしていきます。はい、今回はあの人があなたに望んでいることと、まあ、後悔していることですね、を見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。はい、今回ですねカードといたしましては上のカードがですね、お相手の方があなたに対してですね望んでいることが何なのかっていうのをですね、表しております。はい、対して下のカードですね、こちらに関してはお相手の方が、まあ、あなたに対して、まあ、後悔をしていることですね、まあ、あんなことをしていればなとかね、もっとこうしていればよかったなっていうですね、まあ、そういった、まあ、後悔していることが、まあ、何なのかというのをですね、表しております。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、うん、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずはじめにですね今回出た結果をね見させていただいたところとしてはですね、まず望んでいらっしゃることに関しては、そうですね、まあ自分をこう、まあ、見守ってほしいというか、なんでしょうね、こう応援してほしいみたいなね、ちょっとこれだけでは伝えにくいんですけども、まあざっくり言うとそういった感じですね。で、後悔していることっていうものに関してはあなたとの関係を始めるタイミングのことをね、まあ、後悔しているというとね、あなたとの関係を持たなければよかったなみたいなこう聞こえるかもしれないですけども、そういうわけではないですね。あなたと関係を持ったことはね、全然その嫌とかそういう感情ではなくて、もっとこう違うタイミングで例えば関係をスタートさせたり、まあこう、まあ、例えば知り合っていたりねすればよかったなっていうふうに、まあ感じていらっしゃるのがね、出ております。はい、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、ではですねまず上のカードですね、こちらから見ていきたいと思います。まあ、お相手の方がですね、まあ、あなたに対して望んでいらっしゃることが何なのかっていうことなんですけれども、まずはこちらのカードから見ていきます。はい、このカードですね、カップのクイーンというカードになっております。うん、でこのカードがですね持っている意味というのは愛を注ぐというね意味のカードになっていて、愛する気持ちがどん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 こう高まっているっていうことなんですけれども、まあ今回ね、まあこのカードだけ見たらすごくこうあなたへの愛情が増してきているっていうね、うん、まあそういった意味でお伝えするんですけれども、まあ今回出たカードの組み合わせで言うと、少しずつあなたをこう愛せるようになってきたのかなと、うん、いうふうに思います。で、なぜ少しずつなのかというふうに、お伝えしたのかと言いますと、次のねこのカードが
出ているんですね。こちらはこれ節制というねカードになるんですけれども、今回これ逆位置で出ています。で節制というカードはその調和とかねバランスというものをね表しているんですね。ですがこれ逆位置だとそのバランスを崩していると、で特にその心のバランスというものをね崩しているっていう状態を表します。で、まあ、そういったところから、まあ、そのまだこう情緒不安定な部分があったり安らげない関係っていうのがあって、あなたと一緒にいることに関しては不快に思っていたり、なんでしょうね、嫌だなとかね、こういやいやこう付き合っているとかではなくて、ね、落ち着くんだけどまだこう心の底から安らげるような状態ではない、それは自分の気持ちがまだこうね混乱しているような状態だから安らげない関係だというふうにまあ感じていらっしゃるわけですね。まあ情緒が不安定ということも自分の気持ちをうまくまだコントロールできないので、そういった意味で安らげないっていうことですね。だからこう愛する気持ちの高まりを表すカードであるんですが、少しずつね今の状態の中でも少しずつあなたをこう愛せるように変わっては来ているということですね。はい。でですね、次にこちらのカードを見ていきますけれども、このカードはですね、スプレッドユアウィングスっていうね、まあ羽を広げるというね、まあ羽を広げて羽ばたいていくというね意味のカードになっていますけれども、まあ手を広げてね、これから羽ばたいて いこうとしているような人が描かれていますけれども、何かこう上昇しているというかね、こう光の差す方向へ羽ばたこうとしているわけですね。で、まあお相手の方としては、まあこの光の差す方向っていうのが自分の目指したいところであったり、自分の何でしょう、こうたどり着きたいゴールみたいなところを表していてですね、そこにこう羽ばたいていくことで、今というのはまだそのねゴールに到達するまでの途中なんだと。いうふうに、まあ、感じていらっしゃるわけなんですね。だからまだまだこうやっていかなくてはいけない、成長していかなくてはいけない、突き進んでいかなくてはいけないっていうふうに思っていらっしゃっていて、このゴール、ね、光の差す方向に自分が到達した時に、ね、これ後ほども後悔しているところでお伝えしていくんですが、その時にあなたとの関係をスタートさせればよかったなと。この途中の時にね、自分が目指したいところ、達成したいもの、ね、に目指している途中であなたとの関係をね、まあこう始めたり、まあ関係がね、こう持ち始めたということで、ね、本当に夢に行けるのかっていう不安の中でだんだんこう情緒が不安定にもなってきて、あなたをこううまく愛せなくもなってしまったっていうところで、まあこれはね、まあ、後悔のところにつながっている話ではあるんですが、まあ、望んでいるものとしてはこれから先ね、自分はもっとこう成長して、ね、まあ、例えばね、こう本当になりたかった自分であるとか、まあ、夢を手にしたりだとか、願いを叶えたりね、まあ、していく、まあ、そのためにね、こうまだまだ成長していくんだと、突き進んでいくから、どうかねそれを、まあ、冒頭でもお伝えしましたけれども、まあ、見守っていてほしいとか、まあ、応援してほしいということですね。まあ、これはあなたとの関係を幸せにするためにもここにたどり着きたいんだっていう思いがあるからこそ、あなたにはその応援してほしいとかね、まあ、それをこう支えてほしいであるとか、見守っていてほしいというふうに、思ってはいらっしゃるのかなということですね。まあ、そこを今あなたに対して望んでいらっしゃる部分は大きいのかなということですね。で、次こちら見ていきますけれども、はい、このカードはですね、The only things that is real is love というね、カードになっていますけれども、まあこのカードの意味というのはですね、愛こそは真実というね、意味のカードになっています。すなわちあなたとの愛、まああなたに向けていた愛情ですね。まあ、あなたにこう示していた、まあ、愛情、あなたに向けていた愛情、気持ちというものは、まあ、真実、本物だよということですね。だから嘘偽りの愛情であなたと接していたわけではないということですね。だけれどもまだその夢に向かってゴールに向かっていく途中だったから、うまくそれが伝えられなかったりね、本当に夢に到達できるのかなと、ゴールに到達できるのかなって不安がよぎってね、その気持ちを素直に言えなかったりした部分はあったけれども、あなたへの愛ねというものは本物だというふうにはね、感じていらっしゃるわけですね。でここのね、まあ、木の中にある世界っていうのがありますけれども、ここ2人いますね。だからあなたとね、こうもともとこう充実したね世界っていうものを築いていきたい、そのためにはまずは自分が目指すべきところを目指していくというかね、そこにたどり着く必要があるというふうに思っていらっしゃって
思っていらっしゃるので、だからね、ここに到達するのはあなたのためでもあると、あなたとの関係をより良くするためでもあるっていうふうにお伝えしたのは、まあ、この2つのね、まあ、カードが出ているからということですね。だからまあそういったビジョンを描いているっていうのはねあるので、まあそこをね行くために今頑張っているから、そこをまああなたにはそばで応援してほしいというかね、見守っていてほしいというふうにね、今望んでいらっしゃるのかなということですね。はい。で、そこからですね、あなたに対してじゃあ後悔していることは何なのかということですね。まああんなことをしていたらなとかね、こういうふうにしていればよかったなみたいなね、まあ、そういった後悔の部分を見ていくんですが、まずはこちらから。はい。このカードですね、フール、まあこれ愚か者というね、意味のカードになっています。まあ、この愚か者というカードは、まあこう解放感とかですね、あとは自由を求める気持ちという意味のカードで、自由を手にすることで新しいことが始められるとね。で、実際にここにいる人が、ね、自由を手にしたことでこれからあんなことをしていこうかなとかね、新しいことを始めてみようかなって、その未来に対してね、すごくこう希望を抱いているような様子がね描かれているんですが、まさにね、まあお相手の方もこれがまあ後悔というかね、先ほどもありました通りね、この自分の目指したいところに到達した後だったらね、自由ですね、まあいわば新しいことをこう始めていけるっていうふうに思っていらっしゃっていて、ここに到達した時点であなたとの関係を始めていれば、もっともっとねこう滞ることなくであったり、まあ例えば2人が揉めることなくね、まあ揉めていらっしゃらない方もいるとは思うんですけれども、もっとこうスムーズにね、2人の関係というものが発展していったんだろうなっていうことで、まあちょっとそのあなたとの関係を始めるタイミング的なところをね、まあ後悔していらっしゃる。まあこれは最初にもお伝えしましたけれども、あなたと関係を持ってしまったことを後悔しているわけじゃなくて、その始めるタイミングですね。あくまではあなたとはね、この愛こそ真実っていうねカードがありました通り、あなたへの思いはちゃんとあるわけですね。だからあなたと関係を持ったことが嫌とかではなくてね、そのニュアンスではなくてね、始めたタイミングですね、っていうものをちょっと後悔していらっしゃるわけですね。ちゃんとそこを考えていれば、それこそねお相手の方が描いているイメージ通りのね理想の関係にもっとこう早くなれたんじゃないかとかね、まあそういうふうにまあ感じていらっしゃるわけですね。で、次こちらのカードを見ていきますが、はい、これはですね、運命の輪というカードの逆位置で出ております。まあこれもまあいわば後悔なところで出ているので、まあ運命というねことであったり、まあターニングポイントっていうのもねありますけれども、このカードのね意味には、まあだからこれもやっぱりタイミング的なところですね。まああなたとまあ結ばれる運命がね、まあ、もう少し、まあ、遅ければというわけではないですけれども、自分自身の自由をつかめた時に結ばれていたら、ね、もっとこう大きな発展っていうものを遂げていたんじゃないかと、いうふうにね思っていらっしゃるということですね。だから決してあなたへのその嫌な感情とかそういうものではなくてね、もう少しこう考えてあなたとの関係というものを、まあ向き合えばよかったなと、いうことですね。だからこれも今ね持ってしまったことを後悔しているわけではなくてね、ちゃんとこう将来のことも、将来のことと自分のことも考えた上であなたとのね、まあ将来っていうのはあなたとの将来ですよ。あなたとの将来、自分の将来のこともちゃんと考えた上で関係をスタートさせればよかったなというふうに思っていらっしゃるわけですね。で、次こちらのカードを見ていきますが、はい、まあ、クリエイティブということですね。まあ、これは、まあ、創造性、創造力という意味のカードになりますけれども、まあ、いろんなねこうアイディアを思い浮かべながらね、まあこう、まあ、これからどうしていくのか、まずは、まあ、お相手の方としてはね、自分のたどり着きたい場所にたどり着くっていうのが優先していらっしゃることだと思います。じゃあそこにね、羽を広げるだけじゃなくてね、どういうふうに羽ばたいていけばね、ちゃんとそこに到達できるのかっていうのを頭を使って考えていらっしゃるっていうわけですね。だからがむしゃらにね、取り組めばいい
っていうわけではないっていうのには、まあ、お相手の方も気づいていらっしゃると思いますね。やたらめったら努力をすれば、じゃあ自分のね行きたい場所に行けるのかっていうと、そういうわけではない。だから何かこうアイディアが必要であったり、工夫が必要であったりっていうのをね、ちゃんとこう、まあ、認識していらっしゃる、自覚していらっしゃるからこそ、ね、想像力を今働かせているということですね。うん、はい。で、最後のこちらのカードも見ていきますが、はい、こちらは、まあ、パートナーシップっていうカードですね。まあ、このパートナーシップというのは、まあ、あなたとのパートナーシップですね。うん、まあ、人との、ね、良好な関係を築いていくためにはね、その思いだけではなくてね、そのタイミングであったり、自分自身の状況であったりね、まあ、あなたとの関係を通じてパートナーとの向き合い方とかですね、うん、愛の育み方とかですね、うん、まあ、いろんなことをこう、まあ、学んだなと、まあ、学ぶことができたなというふうにはまあ思っていらっしゃっていて、まあ、そういった意味ではね、あなたにすごくこう感謝はしていらっしゃるんですけれども、ね、自分がこう学んだだけでなく、ちゃんとそれはね、ね、あなたとの関係を始めた以上はこう、ね、ちゃんとこう愛していきたいというね、この気持ちをちゃんとね表現していくっていうことであったり、ね、今はちょっとこう心のバランスがね、うん、不安定だから、なかなかこう思うようにね、愛する気持ちはあるけれども、それをこうね、うん、こう高めるっていうことがなかなかできていないというのがあるので、うん、そういったところをねちゃんとできるようにしていかなくてはということで、あなたとの関係性についてもこのクリエイティブね、うん、想像力を働かせていらっしゃるということですね。うん、だから全体を通して、まあ、あなたのことを大切に思っていらっしゃったり、愛する気持ちはあると思いますけれども、やっぱりここにね、到達していくことこそが、まあ、愛のゴールを向かう、ね、ここだけがゴールじゃなくてね、本当のゴールはこっちだと思います。でこっちのゴールにねたどり着くためには、まずはこの通過点に到達しなくてはいけないというふうにね、うん、お相手の方はまあ考えていらっしゃるということですね。だからまずはここにね、ここはまあ最低条件になってくるのかなと思うので、ここにたどり着くために、まあ今ね自分自身ちょっといろんなものと戦っているけれども、あなたにはね、うん、まああなただからこそ、まあ応援してほしいとか、見守ってほしいとか、そばにいてほしいっていうふうにね、うん、まあそういったまあ気持ちをね持っていらっしゃるのかなと思いますので、まあそれが望んでいることと後悔のことに関してはね、もっとこうあなたを常にね、こう幸せにできるようなタイミングで関係をスタートしていればなというようなね、うん、まあそういったことを後悔していらっしゃるのかなと、うん、いうのが読み取れたので、うん、まあ決してね、そのあなたに対しての、まああなたがこう恐れていらっしゃるようなね、まあ感情ですね、うん、というものは、まあお相手の方ですね、うん、まあ抱いていらっしゃる可能性というのは低いんじゃないかなとは思います。はい、うん、はい、ということで、最後ですね、こちらコアラのカードですね、もしくはCをねお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでも お役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったりですね、あとはなかなかね人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はですね、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。